やっほー、おはようございます、こんにちは。はい、消火器消火器めっちゃ変なスタートですけど、消火栓というのも、これ端っこのところに来てますんで、ここがどこだか分かった人はかなりの通途、まあ、というか分かるような、この辺の作りからしたらね。はい、ということで、プラザパビリオンに来まして、夏祭りのスペシャルセットダダンをいただきました、買いました。ですね、久しぶり、何ヶ月ぶりやろと思い出せれへんぐらいに久しぶりのプラザパビリオンですけど、夏祭りのセットはこちら、メインがおろしハンバーグになってまして、和風おろしハンバーグだから、ここ大根ですよね、大根おろしと、この上に乗ってるのは素材は何か分からんですけど、多分太鼓のバチをイメージしてるのかな、太鼓のバチイメージして、ハンバーグが太鼓だから、言うとこれちょっと行儀悪いですけど、これドーン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 って叩くねドーン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 って叩くで、ソースが何やろ、これ緑色のなんかパセリを刻んだような、そういう感じでなってます。多分これ醤油やんな、和風やから。で、備え付け、お供え何やったっけこれ、何て言ったっけ、備え付けじゃないや、お供えじゃなくて、何やったっけ、うまいやお野菜がカリフラワーが、これが焼いてるんかな、焼いてるカリフラワーかなと、オクラと、これはパプリカが焼きトマトか、どっちかで、トウモコロシという感じです。で、スープの方が、なんて書いてたかな、覚えてんねん、冷製、じゃあポテトとトマトの冷製スープ、つまり冷たいんですね、ビシソワーズにトマトが入ってるような、そんなイメージかな。もうちょっと見た目パッと見グロいですけど、はい。で、こちら、ミッキーさんのパンです。で、ドリンクはコーヒー、アイスコーヒー氷なし、いつものメニューにしまして、で、このデザート、これちょっともう最高、これ最高、ちょっとちゃんと見せたい、ダダン、このもう涼しげなブルー、このブルーで、ブルーはいいんですけど、このプルンプルン感すごくね、これ多分交換入ると思うんだけど、すごいすごい、これバイオスやばい、一人でやばい、バイオスのプルンプルンって感じ、変態か俺は一人でということで、久しぶりのプラザパビリオンいただきます。じゃあ先にアイスコーヒーをいただきます。今3時16分なんですけど、人が結構少なくて、僕の後ろに並んでる人が誰もいなかったっていう、そんな感じなんで、隣に人が来ないことは祈ってますっていうか、来ると思うけどな、はい、じゃあまず初めに、冷製ポテトトマトスープ、ポテトトマトの冷製スープか、いただきます。中身がなんかキュウリかな、なんかそんな風なやつが入ってそうな感じで、まあ夏ですかね、夏の野菜っていう感じで、夏野菜パイクはねえかって、全然分からん人には全然分からへん、ちょいただきます。なんか美味しいんですけど、キュウリの味が結構するから、キュウリ嫌いには結構辛いかも。トマトの酸味とかあんまりないね、ポテト感があんまりないな、ポテトの味があんまりしない、若干ドロッとしてるところがポテト的な食感っていう感じかな。いや、美味しい、冷たい、夏いやつにはぴったり。じゃあちょっとパンかじりますね。これあれやね、バターがよいしょ。じゃあミッキーさん、すまる、あ、ちょっと下手くそ、はい、塗ります、いただきます。そういえばあれやね、あったかくないね、まあさすがに夏は温めへんか、いつもなんかふかふかやんか、これって。そういえば冬にしか来たことない気がする、夏って初めてかも。じゃあちょっとパンは置いといて、メインの方行きますか。
これちょっとあの切り方ちゃんちょっと切り方ちゃんとしたい、ね、切り方インスタ映えするようなインスタ映えじゃあメインいきます。大体こうイメージしてたのがこの辺でこう切ってバチが落ちひんように、この辺でこう切って落ちない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 、よしよし、でここでソースもうちょっと欲しいな、ソースもうちょっと欲しいな、ソースもうちょっと中に入れて、あー厳しい、あーちょっと汚れた、だからって感じやな、だからってなんか言うほど綺麗じゃなかった。じゃあアップロードするか、今撮って出しアップロード中。じゃあということで和風ハンバーグいただきます。これバチな、さっきバチ食べたんかいな、バチピントバチ、なんか揚げてるよね、カリッとしてる感じ、なんやろ素材がよくわからん、この餃子の皮的なやつをカリッと揚げてる感じかな、めっちゃ緑はい、ということでハンバーグピント、このなんか緑軽く黒い、いただきます。美味しいです美味しいですけど、あのザ・ハンバーグっていう感じで、なんていうかな、あの密度濃いんですよこのハンバーグの中の、だからあんまりこう肉汁が感じ、肉汁っていうのがあるっていうわけじゃなくて肉肉しい、だからこの手ごね感のあるハンバーグじゃないっていうね、まあ市販のハンバーグっていう感じ、まあ何やったっけ、ここスポンサーがクリームハムやったっけ、でこれがパプリカやな、なんか焼いてるっぽいパプリカを、でよいしょ、ピント落ちた、いやこれ長いものこれ細長いものピント合いにくいやろ、これまず側面で合わせる、側面でピント合わせて、あ来た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 、それをクイッと向けて、あこれで合うかな、うん、オクラだ、オクラこれオクラやな、なんかでもあんま粒がない、オクラって種があったような気がするんだけど、まあいっか、うん、オクラオクラで、カリフラワーちょっとソースつけちゃいましたけど、焼いたカリフラワーで、よいしょ、ちょっと若干本日のメインイベント的な感じもありますけど、トウモロコシこれをフォークとナイフで食べるんですよ、フォークとナイフで食べるときにどうするかって言ったら、昔あの僕があのとある方から教わったのが、フォークをこうさ若干こう押さえつけながら、ここねヘタをこうやって削っていくんですよ、そうするとこんな感じで綺麗に取れるでしょっていうのをとある方がやってるのを見て、僕も真似してやろうとしたんですよ、そしたら何が起きたかっつったら、今ちょっとガタってしたように、これがスコーンっていっちゃって、あの隣のテーブルにあのこのトウモコロシがすっ飛んでいったっていう、ね、あのそういうトラウマがあります。でもさすがに今ちゃんとできてるやんな、いやこれ結構こう高さ低いやんかこれもうちょっと高かったその時、これぐらいあったやつをこう上からガガ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 やってたらスコーンっていっちゃったっていう、そんな苦い経験もあります。そんな経験も経てあの成長してちゃんとフォークとナイフでそげるようになりましたっていう感じですどうでもいい話で、そいだトウモロコシをこうやってフォークですくって食べると、お腹いっぱいになってきた、パン食べなか、よいしょ、はい、どうしよう、いただきました、パイをつきましたパイをつって、はい、めっちゃほんとプルンプルンやな、すっげープルンプルンやな、はい、というわけでパイをつ入刀ってすごいすごいすごい、おー
おすごいすごいすごい、おおおお、この透明感、なんじゃこれ、おお、やっべこれ、おお、うわうわ、このプルンプルンやな、ちょっと写真撮りたい、インスタ映えするかな。これさ、背景がまずいよな、背景がうまいじゃん、やばいやばい。おというわけでいただきます。プルプル、これなんやろ、いちご、いちご、いちごとゼリーを一緒に、うん、まあさっぱりして美味しい。これなんやろ、洋梨的な感じかな、よくわからん。桃、桃じゃない。はい、というわけで、プラザパビリオンで、夏祭りのスペシャルセットいただきまして、美味しかったです。美味しかったっちゅうか、お腹いっぱい、超お腹いっぱいになりまして、まあもうすぐ夏も終わりますので、あの皆さんも夏をエンジョイしてくださいという感じです。そんなんでええんか。じゃあ、また来週、来週かな、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。